はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらとこちらですね。うん、スターウォーズフォースの覚醒のブルーレイの、セットと R2D2 のポップコーンバケツです。はい、まずこちらからいきましょうかね。はい、こちらですね、ディズニーランドで、限定発売されたポップコーンのバケットですね。はい、ここ開けるとどこだっけ、あ、ここだ。ここ開けると中にポップコーン入れられる。はい、ディズニーランドでね。はい、去年のフォースの覚醒の公開日だったかな、多分そういうくらいね。そうそうそう。で、今年再販されたんですけれども、はい、我々はです、両方とも、入手することができませんでした。はい、ダメだった。そうね、これをね、この存在知るのも遅かったし、はい、これをね、ディズニーランドでこう首から吊るされてる人がいて、うん、超いいなと思ってたんだよ、うん、ね。そしたらなんとエイシン君のですね、うん、お友達のご家庭がですね、これ一つ買ってたの、はい、ところが、なくしちゃったんだってね、はあ、でなくしちゃったからもう一個買ったんだって、はい、そしたらそのなくしたやつが出てきたんだってだから、うちがですねこれを譲り受けることができました。もちろんお金払ってね、はい、お金払っていただいたんですけれども、だからこれもすごいいいよね、うん、すごいいいと思って、うん、これからディズニーランド行くときこれ持ってきましょうよ。はい。ね、あのね、この裏のとこが。あ、ちょっと足が動くんだ。うん。え、なんで？わかんない。これなんで動くの？そうそう、この足まで動かないよね。ここだけちょっと動くんだね。うん、変だね。なぜか動くと。ピーン、うん。そしてもう一つがですね、スターウォーズフォースの覚醒のブルーレイの、セットでございます。はい。こちらはですね、もう手に入れている方いらっしゃると思いますね。はい。我々はですね、これ Amazon COJP。で購入しました。はい、じゃあ開けますね。はい、もうね、ブルーレイ自体は見ておりまして、はい、特典映像も全て見ました。はい、今回特典もなかなか豊富で良かったんですけども、はい、箱の中はこのような感じになってて、こちらが、はい、ディスクが入ってますね。はい、このねディスクのケースもすごいんだよこれ。本当だ。表がカイロレンですね。はい、で裏がキャプテンファズマ。はい、でこの部分、背の部分にも一応ちょっとあったね。うん、カイロレン、ハンソロ、レイヤー、レイ、フィンと、はい、ここに出てましたね。はい、で中にはですね、はい、このムービーネックスの紙などが入ってますね。はい、それとこちらがブルーレイ本体 で、はい、でこれが DVD なんだ、はい、同じ本編のね。うん、でこちらの裏側にあるのが特典のやつですね。はい、これも特典すごい素晴らしかった。特典があるんだ。そう、これね、セリフの読み合わせなんかすごい良かったよ。 あとローグワンの広告も出てますね。本当だ。これはちょっと楽しみだね。はい、ローグワン、はい、それで Amazon COJP で買うとこちらのグリーティングカードがついてきますね。はい、BB8 の、はい、これちょっと開けてみようか。はい、こんな感じなのかな。あ、なるほど、パカ、あ、ここにいろいろ書き込めるわけだね。うん、表がこうで裏が BB8 と書いてあります。はい、それでですね、こちらのブルーレイにはフィギュアがついてますね。はい、でこれね、こちらスタンドですね、専用の。はい、でこのフィギュアなんですけども、はい、これ我々すでに持ってるやつでしたね。はい、あ、これね、それ、はい、持ってました。はい、うん、これが入ってましたね。はい、まあ、一応これ取っときましょう、はい、この辺ね。まあ、一応スタンドがあるので、スタンドはこういう風に乗っけられるっていう感じかな。はい、うん、いいや、取っとこう。それでですね、これ下取れるようになってまして、はい、こうね、こういったスペシャルブックガイドと、はい、あとこれが多分ポスターなんだろうね、うん、ポスターの、ちょっとパネルみたいなやつが入ってます。うん、ブックの方はこれまでのビークルとか、惑星とかね、これまでの登場したキャラクターとか、うん、いろいろ載ってますね。わ、すごい。これいいね。まず1枚目がフォースの覚醒だね。はい、2枚目が、あ、ポスターだ、やっぱりね、はあ、ポスター、フォースの覚醒、うん、ポスターですね。はい、で3枚目が、あ、やっぱりレイだ、はあ、あ、これいいね、はあ、そして次がフィン、おお、これ入ってんだ全部。うん、次がカイロレン、カイロレン、うわ、すげえ。次がハンソロ、ハンソロ、すげえ。そして次がレイヤー、レイヤー、すげえ。次は、お、これルーク、ルークだ。あ、これはポスターにはなかったね。うん、ルークまで入ってた。ルーク、そして、おお、
フィンとレイとハンソロとポー、ライトサイドだねこれは、うん、あと BB-8 いる、そうだね。そしてということはこちらがダークサイド側か、はあ、カイロレンとファズマと、ここで誰、ハックス将軍だね、ハックス将軍か、うん、はい、ということでこのような内容でございました、はい、この箱もなかなか硬くてね、リッチでいいよね、はい、うん、はい、ということで今回はスターウォーズフォースの覚醒のブルーレイディスクのセットと R2 のポップコーンバケツでした。おろしたであげてありましたね。こちらすでにですね、皆さんもう手に入れられてると思いますけれども、はい、ちょっと今更ながらですね、はい、紹介してみましたね、はい、これもね、はい、そうだね、これもそうだね、はい、手に入れられてる方も特に手に入れられてるんですね、はい、はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします、はい、チャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、そしてマイチャンネルは Twitter、Facebook ページ、Instagram も売ってますんで、ぜひそちらのフォローもお願いします。お願いします。もう完璧に言えるようになったね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。